エットのポイントというのは、毒素の排泄と、それから、食べたものをしっかり消化するというこの2つなんですね。酵素を食事から取ることによって代謝が上がります。で、上がることによって一つはダイエットにとても関係がある毒素の排泄っていうのがうまくいくようになるんですね。それによって溜めない体になります。それから、酵素を意識することによって食べたものの消化がすごくうまくいくようになるので、その結果消化不良がなくなって腸内環境も改善して、で、代謝も上がってダイエットに効いていく。なので、酵素と、ダイエットっていうのは深い関係があります。ほとんどの方が毒素とむくみを溜め込んでいるっていうことが多いんじゃないかなと思います。で、毒素とむくみっていうのはなぜ溜まるかというと、消化不良によって、食べ物がせっかく体に入ってきても消化されない、消化分解されないことによって体に毒素として溜まってしまうんですね。で、代謝を上げれば自然とこれが出るようになります。で、よくあるのが、産後太りに悩むお母さんたち、こういった方々に私が勧める酵素スムージーを飲んでいただくと代謝がぐっと上がりますから、大体ですね1ヶ月で3キロとか4キロを平気でスポーンとこう軽くなっちゃうんですね。で、これは脂肪が燃焼するということではなくって、毒素、体に溜め込んでいた毒素や、むくみが消えちゃうということなんですね。私自身も実際にこの酵素を意識した食生活をするようになって、足、下半身のむくみが本当にすっきりしました。昔は市販のブーツが履けなかったんですね。足が太くて筒がこう入らない悲しい毎日があったんですけれども、今ではどこに売ってるブーツでも安心して自信を持って履けるようになって、酵素生活をしてとても良かったなというふうに思ってます。